はい、こんにちは。まったりおじさんゲーマーです。今日はですね、自分の、私の野営地、令和中年帝国の、離島、今住んでるね、島、ちょっと一周、回って、ご紹介したいと思います。ここも人が入ってますね。このね、野営地、令和中年帝国は、収容人数が今40人です。そのうち半分の20人がね、参加しております。ここはね、ケーブルカーなんですね。ケーブルカーの待ち合い所。いつもはね、ケーブルカーはね、この快速で行くということで、ここからね、素早く移動するんですけれど、はい、このね、ケーブルカーの待ち合い所を使っても移動することができます。ここも入ってますね。はい、こんな感じです。一周ぐるっと回れますんで、ここも入ってますね。あと、散歩がてら、野営地を、ご紹介したいと思います。たまにね、ゾンビとか、熊とか、狼がいるんですよね。気をつけないといけません。まあ、こんな道ができてるんで、なんか散歩コースというか、戦闘訓練というかね、気分転換には良いかと思います。はい、ここも入ってますね。はい、ここも入ってます。お疲れさんです。はい、正面のお家も入ってますね。はい、ここもケーブルカーの待ち合い所、お疲れ様です。はい、ぐるっと回っていきます。はい、ここはどっちかな？こっちか。はい、まだかな？あ、ここも入ってますね。お疲れ様でございます。はい、まあ、こんな風にして自分の野営地をたまに散歩するのもいいのかなという感じですね。はい。あ、で、ここがまたケーブルカーの待ち合い所ですね。はい、お疲れ様です。はい、ここも、入ってますね。まあ、半分の方が入って参加しております。で、正面が私の、荘園、家です。はい、一周回りました。はい。ということでね、ちょっとね、先ほどの、ケーブルカーの待ち合い所から、中央市街地、市役所に向かってね、ケーブルカーの鈍行便っていうか、快速ではない方に乗って、ちょっと向かいたいと思います。あ、熊がいた。はい、このスタッフに、中央市街地へ行くということで、乗車中です。あ、画面が切り替わりました。あら、タイトル画面に切り替わりました。どうなるんだろう。あ、お帰りなさいということで、あ、映像、観光モードに変わりましたね。あ、離島を離れて、はい、橋を渡、越えて、本島に入りました。あ、これ面白い。あ、こんな風に、動画で映像で紹介するんですね。おー、すごいすごいすごい。はい、面白いですね、これ。はい、で、着いた。ここはどこだろう。はい、ありがとうございました。ということで、降りましょう。あ、これ市役所の屋上なんだ。階段がある。あー、なるほど。はい、皆さんお疲れ様でございます。ということで、市役所に降りてきたんだ。皆さん、こんにちは。お疲れ様でございます。という感じですね。はい。鈍行便で、のんびり市役所に向かうというのも、良いかもしれませんね。はい。ということで、今日はね、自分が住んでいる、離島を一周しましたというのと、ケーブルカー、いつも快速で行くんですけれど、今日は鈍行便に乗ってみたというね、ご紹介をしました。ということで、ね、動画は、この件で終わりにしたいと思います。まだまだゲームは続きます。よろしければチャンネル登録お願いします。それではまた失礼します。